見せてやる。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。
俺に任せておけ。ミカフツの神。私が動こう。誰から私に奪われたいの？俺に任せておけ。手伝えばいいの？ミカフツの神。私が動く。誰から私に奪われたいの？俺の力も上乗せしよう。かい！
とまずこの辺りは調べ尽くしたかな。おう、この辺の怪我した奴らはみんな助けたはずだぜ。保護した者たちは一旦敵のいなさそうな遊園地の外に移ってもらっている。怪我のひどい子は動ける子たちに協力してもらって運んでるよ。思ったより無事な子が多くてよかったわ。なら次は敵をボコボコに。ジジモン、ジジモンを助けて話を聞くんでしょ。ええ、今回は情報収集が最優先。もちろん怪我した子を見つけたら救助はするけど、何よりもみゆきちゃんを助ける方法を見つけないと。ジジモンがいるのは玉座の間だったよね。うん、別の通り道も見つけたからすぐ行けるよ。それじゃあすぐに玉座の前へ行こう。ジジモンを助けるんだ。この先が玉座の間だよ。ここも塞がっちゃってる。ミュウちゃん、他に道はない？ないよ。玉座の間の入り口はここだけ。どうしよう。ちぇ、こうなったら俺らでこのバリケード崩すしかねえ。この寮の壁崩すの無理でしょ。じゃあどうしろってんだ。ジジモン、いるんでしょ。うちだよ、ここを開けて。あれ、壁の下の方穴が開いたよ。その声はミュウじゃな。ジジモン、よかった、無事だったんだね。もちろんじゃ。さ、この隙間をくぐっておいで。うん、すぐ行くからね。おお、ミュウ、それにみんなもよく来てくれたの。ジジモン、心配したよ。ははは、ミュウも元気そうじゃな。よかったよかった。ジジモン、本当に無事でよかった。一体何があったんです？ここ最近西の眷属どもの動きが活発での、戦いの者らを集めてここで籠城しておったのよ。どうして眷属はここを襲ったんでしょう。わからんの。訳もわからず襲われ続け、みなかなり怯えておった。そうだよね、訳もわからず襲われるって怖いよね。それよりタクマ、聞かなきゃいけねえことがあんだろ。ジジモン、僕らの仲間が一人主に意識を乗っ取られてしまったんです。何？主に？それは本当か？はい、彼女の体に主の意識が入って僕たちと敵対してしまっているんです。僕たちは彼女を助けたいんです。ジジモン、お願いします。何か方法を知っていたら教えてください。すまないが、お主たちに教えられる知識はそう多くはない。意識を乗っ取る力を持つ者はいくらか覚えがある。じゃがそれが主となると話が変わってくる。通常であれば体の持ち主が相手の意識を追い出すのが成功法じゃ。しかし相手が主ではの。どうしようもないんですか。
外からできることはひたすらその者の心に訴えかけることだけじゃ。何度も何度も呼びかけて心の扉をノックし続ける。それも対処療法でしかないでの、最終的には主と対峙して戦って取り戻すしかない。他に方法はないんですか？誰か他に知ってる人がいるとか。すまぬ。昔の記憶を遡れば心当たりくらいはあるかもしれんが、すぐには出てこんの。そんな。力になれず申し訳ない。この音は。タクマ、敵だ。この感じ間違いねえ、眷属ってやつだ。フラ、みんな扉から離れて。しまった、扉ごとバリケードが破られた。嘘、どうしよう、タクマ。このままじゃ追い詰められて逃げられなくなっちゃうわ。迎え撃つか。でもバリケードを破れるほどってことは、おそらく大軍だ。正面から当たって勝てるかどうか。逃げ場がない。うん、うちの記憶が確かならこうなりゃ考えるのは後だ。俺は今侵入してきた連中をぶっ潰してくる。行くぞ、トラクモ。やれやれ、骨が折れるが仕方ねえか。お兄ちゃん、待ってくれカイト。ダメ、もう行ってしまったわ。こんな時に一人になるなんて危険なのに。もううちが思い出すまで待っててくれればよかったのに。しょうがない、うちが行く。お兄ちゃんのことはうちらに任せて。追いかけるなら急がないと。行きましょう、ミュウ。ちょっと待って、ミュウちゃん。ミュウまで危ない方に行っちゃったぞ。あれ、さっきどうしたの。助けを呼んでる声が聞こえる。あ、本当だわ。どこかしら、遠くはないと思うけど。え、まだ怪我をした子が残ってるってこと。多分そうだよ。大変、助けに行かないと。放っておいたら死んじゃうかも。私、行ってくる。サキ待って、私も行く。サキさん、さっき止められなかった。おいおい、どうすんだよ、みんなバラバラじゃねえか。どうしてみんなこんな危険な時に勝手な行動ばかり。葵さん、落ち着いて。僕らまで焦っちゃダメだ。そうね、ごめんなさい。冷静にならなきゃ。何をすべきか。順番に行きましょう。一つずつ片付けて合流して、そして霧から逃げるの。そ
そうね、一つずつ。カイト君たちは敵を抑えてくれているわけだから。わかったわ、じゃあこうしましょう。ミノル君、ファルコも、あなたたちは私たちの逃げ道を確保して。え、いいけど、なんで俺たち？冷静なファルコモンがいてくれるからよ。あなたたち二人ならきっとできる。なるほど、引き際の見極めを兼ねるのだな。そっか、簡約だな。緊張してきた。分かった、逃げ道は俺たちで何とかするよ。行くぞファルコモン。ああ、大事な役目だ、必ず果たそう。タクマ君、あなたとアグモンは私と一緒にサキさんを追ってくれる？逃げ遅れている子を助けた後はミノル君と合流、カイト君たちの逃げ道を守るの。そうだね、よし、サキを追おう。ジジモン、僕の手を握ってどうしたんですか？わしにこんなことを言う資格がないのは分かっておる。じゃが、言わせてくれ。この世界を救ってくれ。お主らにとっては辛く厳しいだけの世界じゃろうが、それでもわしらにとっては故郷なんじゃ。じゃから頼む。ジジモン、わかりました、任せてください。ありがとうよ。タクマ君、早く。わかった、行こう。アグモン、ジジモン。いられないよ、分かってるよね。うん、霧に飲まれたら終わりだもんね。救える命だけはどうにか救いたいの。だからタクマ。分かった、急いで敵を倒してあの子たちを助けよう。
ルベロモン。これならば、うわっ、私が動く。Bye.
私が動こう。じゃあ避難しよう。ミノルたちと合流するんだ。ミノル、無事か？こっちのセリフだっての。お前ら全員無事なんだな。ええ、心配かけてごめんなさい。ちょっと頑張りすぎちゃったかな。ありがとう、本当にありがとう。見捨てても誰も責めんじゃろうに。その時は自分で自分を責めるだけだし、とにかくみんなで助かるのが一番だよ。話は後でゆっくりしよう。ここの霧もだいぶ濃くなってきてる。僕たちもそろそろ逃げないと。ミノル、カイトたちはもう逃げてきた？それがまだ来てねえんだよ。まだ戦ってるのか。まさか霧が濃くなってるのに気づいてないとか。それか気づいてても逃げられねえ状況なのかも。どうするよ、このままじゃあいつら。僕が二人を探しに行く。アグモン、一緒に来てくれるよね？ああ、早くカイトたちを迎えに行こう。そんな、タクマ君とアグモンの二人でなんて。私も行くわ。そうだよ、ここまで来たらとことん付き合うって。いや、避難してるみんなを守る戦力も必要だ。ここは最低限の人数で行くべきだ。でもさ。僕がタクマを守るから。わかったわ。私たちはみんなを守りつつここから離れるわ。葵さん、いいのか？タクマ君なら大丈夫。私は信じて待つことにするわ。タクマばっかりカッコつけちゃって。私は飛び出したら怒られたのに。だから約束してよ、必ずあの二人と一緒に帰ってきてよね。うん、約束する。それじゃあ全員こっちに避難だ。逃げた獣たちと合流するぞ。気をつけてね、タクマ君、アグモン。僕たちは大丈夫だぞ。そっちも気をつけてね。お前の大事な場所なんだろうが。え？ドラクモン、まだやれるよな？当然だ、まだまだいける。よし、行くぞ。ここにいる眷属たちくらい全部ぶっ飛ばしてやる。待ってってば。やっぱり危なすぎるよ。
ミュウは俺の後ろにいればいい。お前の人生を邪魔するものなんてな。俺が全部消してやる。俺がミュウを守る。違う、違うよ、お兄ちゃん。うちはそんなこと。助けに行けるか。すぐには無理だ。この数では。てめえらうぜえな。俺の邪魔をするんじゃねえ。くっそ、またか。またなのか。また俺はミュウを助けられないのか。こいつらもあいつもどうしてミュウを傷つけようとするんだ。なんだ。カイト、大丈夫か。タクマってことは、さっきのは僕だよ。ありがとう、アグモン。頼りになる。カイト、ミュウを助けるんだろ。力を貸すよ。すまね。気にしないでよ。でも、ここにいる敵だけ倒したら、すぐに逃げるからね。ああ。
いや、違う。絶対にミュウを助けるんだ。もう二度と大切な仲間を失うわけにはいかないんだ。そうだろう。そうだよ、タクマ。アグモン、僕を助けてほしい。大切な仲間を守るために、この世界と僕らの世界を救うために、僕らの決意だけは誰にも負けないってところを見せるんだ。その通りだよ、タクマ。僕らは絶対に負けちゃダメ。その強いタクマの気持ちと僕の気持ち、通じ合っているから。これなに、体が、アグモン、なんか変だよ、タクマ。お腹の中が熱いのに、すっごくワクワクする。タクマの気持ちが流れてくるんだ。まさか進化か。アグモンワープ進化。道を切り開く。ディノレクスモン、すげえ、なんて威圧感だ。アグモン、その姿は、はあ、うん、死ぬかと思った。僕の守りたいって気持ちに応えて進化してくれたのか。そうだ、待たせたな。この姿なら答えられる。さあ行くぞ。タクマの願い通り、全てを守るために。どう動くべきか。
どう動くべきか。くぅ！
誰から私に奪われたいの？ノーザンクロスボンバべきか。行くぜ。ほら。誰から私に奪われたいの？ノータンクロスボンバー。すまねえ。誰から私に奪われたいの？奪われたいの？どう動くべきか。誰から私に奪われたいの？誰から私に奪われたいの？響け勝利の歌声！
ミュウ、怪我はないか？うん、大丈夫。危ないとこだった。本当にすまん。戦いに集中しすぎてお前から目を離すなんて。俺はお兄ちゃん失格だな。こんなんだから俺はあの時もお前を。本当だよ。お兄ちゃんいつもこっち見てくれない。後ろに下がってろってうちに背中向けてさ、全然うちと向き合ってくれないじゃん。ミュウはお兄ちゃんのことを頼りにしてるのよ。だからこそ、ただ危ないものから遠ざけるだけじゃなくて、きちんと話を聞いてほしいのよ。だってよ、お兄ちゃん。そうだったのか。悪かったよミュウ。俺振り返る余裕なんて全然なくて。はいはい、いい感じにまとまったところで全員周りをご覧ください。霧がますます近づいてきてる。ほらほら早く逃げるぞ。他のみんなはもう避難してるはずだ。残っているのは僕たちだけだよ。急ごう。みんな、本当にみんな助かったの？サキと葵さんが頑張ってくれたからね。あの二人にもお礼言わないとな。な、ミュウ。うん。よし、行こう。助け。え？助け。助けて。あ、今声が聞こえた。まだ誰か残っているみたい。俺には聞こえなかったぞ。気のせいじゃないか。うーん、聞こえたもん。こっちの方から。ミュウ、戻ってこい。一人で先に行ったら危ないだろうが。だってお兄ちゃんたちには聞こえないんでしょ。それならうちが案内するしかないじゃん。寄り道してる暇がないって言ってるんだ。霧が迫ってきてるのくらいわかるだろう。わかってるけど、見捨ててはいけないの。うちは少しの間だけど、ここの女王様だった。ここの子たちはうちにとっては家族と同じ。一人ぼっちで置いていくなんて絶対ダメ。そんな悲しい思いは絶対にさせない。ミュウ待って、私も一緒に行くから。待て、危ねえって言って。いや、これなのか。ミュウはこういうのを俺のダメなところだって言っているのか。いや、今はカイトの言うことが正しいだろう。そうだよ、この状況で一人は危険すぎる。そうか、そうだよな。タクマ、追いかけるぞ。うん。見つけたのか。うん、お兄ちゃん、こっちこっち。ああ、かかったな。え？ふしゃー！こいつ、敵なの？うちを騙したの？
待ってろ、ミュー！今！足が…カイト、どうした？ダメだ、迷うな、ためらうな、俺が助けてやらなきゃ。無理だカイト、君まであの霧に飲み込まれる。うるせえ、話せ、ミュが間に合わなくなる。シャコモン、生きてるかもしれねえだろうが。くそ、話せって、話せ。ドラクモン、アグモン、カイトを運ぼう。でもタクマ、このままみんなで霧に飲まれるわけにはいかないんだ。カイトまで死なせるわけにはいかねえ。行くぞカイト、引きずってでも連れてくからな。ここまで来ればもう安全だ。消えてく遊園地か、ミュウが ねえ、タクマくん、ミュウちゃんがいないのは。霧に飲まれてしまったんだ。そんな、助けられなかったの？ごめん、私、動転して。動揺するサキ君の気持ちはわかる。悪意がある言葉ではない。そうだな、サキを責めたりしねえよ。てめえの言う通りだからな。カイト、俺はなんであの時霧の中に入るのをためらったんだ。タクマが帰ってこられたんだ。ミュウだって帰ってこられたかもしれない。なのに俺の足は一瞬固まっちまった。ミュウの言った通り、俺はミュウを守るなんて思ってなくて、ただ暴れたかっただけ。八つ当たりで力を奮いたかっただけなのか。カイト、
気持ちはわかるけど、そんなに自分を責めちゃダメだ。聞きゃしねえよ、そんな言葉。ドラクモ、でもそっとしておいてやれ。今は何を言ったって届かない。そうだ、俺に敵を残らず倒せる力があれば、ミュウのために何でもできるくらいの力があれば、迷うことなんてなかったんだ。ミュウを救えたはずなんだ。俺は力が、俺は生贄がもっと欲しいってこと？じゃあ、もし生贄をもっと捧げたら返してくれる？巫女を欲するか？お前が手を組む相手として悪い選択肢じゃないと思うけど、アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話かと思えば、元より役立つとは思っておらぬ。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志があるんだ。もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われるんだろう。だからさっきも言った通り、生贄を捧げる代わりにみゆきを返してくれ。した暁には、このよりしろ返してやろう。約束だよ。あんなことがあったばかりだから
落ち着かないんだろうな。僕だって何とかしてあげたいけど、でも僕だけじゃ。僕だけじゃダメだ。ねえ、タクマどこ？おーい、おーい、おーい。ねえ、タクマどこ？カイト、人間の子供たちよ、こんな時にすまないが。ジジモン、いいかな。ジジモンがどうしてもみんなと話したいって。かの地の住民を代表して感謝を述べよう。我らの命を救ってくれてありがとう。そしてあの子を失わせる羽目になって本当に申し訳ない。謝らないでよ。ジジモンの責任じゃないんだから。ジジモンや遊園地のみんなが悪いだなんて誰も思ってません。ねえみんな、私たち前を向かなきゃダメだと思うの。ミュウちゃんの死を無駄にしないためにも絶対無事に脱出しなくちゃ。そうよ、本当に心から悲しいことだけど、だからこそ引きずられちゃダメ。俺たちが今感じているやるせなさ、これは敵にとってつけいる隙となる。今は目の前のことに立ち返り、落ち着いたら未来のことに力を注ぐべきだ。ああそうだ、いつまでも泣いてたらダメだよな。葵ちゃんの言う通りだよ。美羽ちゃんだって生きてたらきっと。いい加減にしろよ。ミユの気持ちを勝手に作り上げて喋ってんじゃねえ。ミユのためにとか、ミユが生きてたらとか、てめえらにミユの何がわかるってんだ。カイド、俺らはそんなつもりじゃ。もういい。待てよカイド。カイド、カイト、待ててば。なんだよ、みんな悪気があるわけじゃない。カイトの気持ちだってよくわかってる。もちろんみんなもミュウのことを悲しんでる。黙れ。悲しいからこそ、リョウやシュウジさんの時と同じように僕たちは前を向いて。黙れって言ってんだろうが。そもそもお前らが最初から敵と戦う覚悟を決めてればバラバラに動くこともなかったんだ。
みゆきがどうの、逃げ遅れがどうの、ごちゃごちゃやってるから。みゆが、優しくて弱いみゆが狙われる羽目になったんだろうが。カイト、それは分かってたはずだろ。弱い奴はすぐに食い物にされちまうって。だから俺は強くなってミユを守ってきたんだ。それなのに、いや、俺にもっと力があったら。との言う通りかもしれない。確かにもっとみんなでまとまっていればこんなことにはならなかった。だからこそ今これからはまとまらなきゃいけないだろう。うるせえ、ミュウのこと終わったことみたいに言うんじゃねえ。カイト、どうしてよりによってミュウがあんな目に遭わなきゃいけなかったんだよ。誰もミュウも悪くないとしたら、どうしてミュウだけが綺麗事で片付けようとしてんじゃねえよ。結局他人事だと思ってんだろ。違うぞカイト。ドラクモ、お前も追いかけてきやがったのか、役立たずか。カイト、今の言葉はひどいよ。いいんだ。実際俺はカイトの大事なものを守れなかった。なあカイト、受け入れられない気持ちはわかる。だが認めなければ前に進めない。ミユはもういないんだ。うるせえんだよ、もうほっといてくれ。どこ行くんだよカイト。待てタクマ、追わない方がいい。これ以上は何を言っても多分無駄だ。ドラクモ、少し頭を冷やしたら戻ってくるさ。様子は俺が見ておくから。わかったよ。それよりアグモンの力になってやれよ。え？アグモンがどうかしたの？さっき子守で悲鳴あげてただろ。ねぎらってやるといい。まあ子守そのものは今はみんなが手伝ってやってるみてえだから、お前は頑張ってくれたアグモンをしばらく休ませてやるといいさ。そうするよ。ありがとうドラクモン。はいはい、それじゃあな。